歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかしいつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続いているのだ。あ、開始しとる。どうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日からやってきますはファイナルファンタジー16でございます。いきなり始まってますね、戦闘がね。で、やっていくのがね、なんだファイナルファンタジー16本目のナンバリング作ということでね、やっていきます。 R 回避、はい、やっていきましょう。今多分ビジュアル的にはイフリートンなのかな、それともなんかベヒーモス的な敵なんでしょうかね。私が、多分フェニックスを操ってるんですけど、まあ、必死に攻撃させてもらって迎撃してるわけでございます。迎撃してるっていうのはこれなんだ、穴に落ちてる、もしかして穴に落ちてる感じかな。おお、いた、あ、今避けきれなかったかな、落ちてたのかな、やっぱりね。はい、というわけでやっていくんですけども、今日8月25日、アーマドコア、6の発売日となっております。おめでとうございます。なんでこれいきなり言ってるかと言いますと、今日これどう上げてるの、一体いつなんですかね。結構先になってる、10月か11月ぐらいになってると思うんですけども、ちょっとね、動画にするまで、遅れてしまいましたところで、今更感はあるんですけどもやってきたいと思います。というわけでこれオープニングのバトルが終わったところなんだけど、これが誰、あ、さっきのバトルをなんか俯瞰してたというか見てた人なんでしょうかね。多分主人公でしょこれ。でもムービーすげえね、バトルがね、初っ端から見せてくるわ、魅力的なとかのね、見せる方ね。もうすぐ夜明けだ、そろそろ両軍が動くぞ。戦争中って感じなんか。俺たちの任務はドミナントの暗殺。出た出た、わからんわからん単語。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つ。何それ何それ、みんなついてる、確かにほっぺた。自爆システムみたいなやつか。で、君らはなの、ちょっと自己紹介してよな、自己紹介。おっ、やっぱ魔法があるんだこの世界。彼には水道男という名前をつけてあげよう。誰だかわからんが、この子だけなんかあの布みたいなのついてないね、ヒラヒラしたやつ。抜かるなよワイバーン。あ、僕、お前はこの任務の肝だ。僕ワイバーンっすか。あざすあざす、なんかすごいかっこいい二つなじゃん。こっちだ、ついてこい。動かせそう。どうもどうもどうも、僕ワイバーンです、よろしくお願いします。さてと、走れ
はしないね。走らしない。歩くだけだ。オーケーオーケー。ん？何？キット紹介メインメニュー。うんちゃらを押すことで、表示させれるメインメニューでは、能力の確認やゲームの進行状況をセーブすることができる。おいおいおい。またメインメニューにあるシステムでは、ゲームプレイにおける各種設定をすることができる。セリフ字幕の表示やカメラの操作が便利です。皆さん、覚えましたかね？この戦場は荒れるぞ。くれぐれも気をつけろ。あっす。バイバーにお任され。なんだろう、でもなんかみんなじゃあコードネームついてるわけ？なあ、君コードネームなんつんだい？ちょっとさ、おっちゃん。おっちゃんのコードネーム何？砂漠の虎とかそういう感じか？お、なんだ？あー、はいはいはい。速度が変わると。で、戦の声が聞こえるね。僕も参加しちゃっていいってことだろ、その戦にさ。いいんすか、一騎当選の働きしちゃって。やるのは暗殺だからね。一騎当選じゃなくて結構。ああ、戦争してる。鉄王国。おお、鉄王国強そう、鎧が。あ、チョコボだ。やっぱチョコボなんだな、この世界も。おお。バリスタじゃん。バリスタ？違う、透析機か。透石石、なんだこれ。透析機だな。透析機きっと。戦争しとるな。この FF の音楽のアレンジっぽい曲もいいですね。鉄王国のやつはむちゃくちゃしやがる。シバが出るまでダルミキア軍が持てばいいよな。千葉出てくるんじゃん。なんだよ。鉄王国っていうのは何なんだろうね。国がやっぱり乱立してるというか、そういう感じなんでしょうかね。あそこに侵入しろってこと？ジルニトラ砦。門へ行け！急げ！早く！援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。慎まぬか。陛下のウォルド王の御前だぞ。ウォルド王。これが我らの結論です。なんかエッチな感じのお姉さんだな。何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか？それに帰国のドミナントが控えておる。ドミナント、この人ドミナント。我々の介入はかえって足手まといでは。患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。みんなタバコスパスパスってんな。今さら兵隊を借りたところで、力強いんだ。到着を待つ気か。身長2メーター30ぐらいか。あの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぜ。俺が出るしかあるまい。もうドミナント、何なんだドミナントって。クップクップカキョウ。せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。核の違いってやつを。
おい、灰を床に捨てていくな、貴様。貴様、灰を床に捨てていくんじゃない。フーガ。ゴリラが笑った。お、なんだ。気をつけてね。増票など召喚獣の前では散り役だ。俺の力を疑ってるのか。いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。おい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 、大丈夫かこれ。召喚獣芝だろうが、すぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。やべ、これは僕も確保しとかないといけませんね、これね。あれを暗殺してくるってことか、ドミアンと。乱戦になったら。やばいやばい、大人の展開でちょっと目的を見失ってしまってた。俺たちも行くぞ。さあ行くぞ、ワイバーン。ワイバーン、ワイバーンはああいうの苦手そうだな、なんか。真面目そうだもんな。苦手やろ、ワイバーン。ああいうの。どういうのとは言わないけど、ああいうの。よし。んじゃあ、そろそろバトルしたいね。殴ったり殴られたりさ、切ったり切られたりしたいんだけど、そろそろさ、ジャンプとかできる俺。あ、ジャンプできる。ジャンプできるパッティーンか。オーケーオーケー。あ、さすがに崖から飛び降りるのは無理と。あ、この高さいけちゃう。余裕だね。さてって。切ったり。切ったりはまだできないか。切ったりできないね。うん。おい、お三方、僕に切る場を与えてくれ。この剣を振らせてくれよ。行くしかない。先に行け。え、なんだお前、背中から切る気か。待て、何か様子が。ん、何でっか。足、手だ。タイタン、タイタン、召喚獣か。ルメキアメ、早々に召喚獣を出してきた。すごい、これ芝じゃない。鉄王国の芝だ。本当に嫌がった。行くぞ。格の違いを見せるって召喚獣同士のバトルになるのか。結局もう美人だ。芝めちゃくちゃ美人じゃないですか。おいおいおい、やられちゃうぞ鉄王国に。あ、でもそう、タイタンさんがいるんですよね。ちょっとチョコボ行動やってない。チョコボ気をつけて、味方でチョコボは。あ、そうするとでけえ人がこのタイタンになるのか。あ、人がこう変身してるってことでしょ、これ雰囲気的に。ナイスパンチ。おお、いいね。右ストレート決めてきますね。遠距離攻撃何系かな。そうそうそう、召喚獣ばっかやってる場合じゃないぞ。ワイバン気をつけろ。ワイバン落ちるなよ。大丈夫だろうけど。ああ、ボタンいらないっすか。僕ボタンいらないっすね。ボタボタするな、ワイバン。急げ。おっす、おっす、おっす先輩。おっす先輩、虎の兄貴、行かせてもらうぞ。でもそう、これにこんなん介入できんのこれ。うっす、あ、こっち、あ、ついてく、ついてく。ちょっと、ちょっと、
あなた蛇口の人でしょ。待ってよ。おい、ちょっと。これあれか。あの二人の争いで地形が変わってるってことか。半端ねえ。あれ、あれを召喚できるんかな。おお、すげえ。すげえ。いいね、いいね。でも FF のさ、ナンバリング作って私、4がやったの最後なんですよ。4が最後なんですよ。めちゃくちゃ久しぶりだからさ、あのドットのファイナルファンタジー4をさ、PS 版でやったのがね、最後なんよね。一応、なんだっけかな、8、9、7か。7、8、9はやってあるんですけど、だからね、ちょっと最近のは、すごいね。10とか本当はやった方がいいんだろうけどね。7のリメイクもまだやってないしな。気持ちやりたいですね。とはいえ今はこちらですよ。これに集中しよう。バイバン大丈夫かね。おん、おん、まずい、まずい。おい大丈夫か。蛇口の人、蛇口の人。あ、今血見えたな。蛇口さんやられちった。あれ、蛇口の人も死んじゃったけど大丈夫？ポーション、ポーション、医療班ポーションお願いします。ポーションお願いします。ずいぶん静かだけど。しっかりしろ、任務はまだ終わってないんだぞ。ドミナントの暗殺だよね。大丈夫、覚えてるよ。あのでかい人やればいいんでしょ。またまた、あれ同一人物か。13年前だって。首都ロザリス。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの体たらくでは守られる側も気が気でないのでは。心配なんてあるもんか。兄さんも絶対に負けないよ。でしょ。クライブ、次こそ一本取れるわ。ワンちゃんおる。頑張って。かわいいね。お、ついバトルのチュートリアルでしょうかね、これ。お、なに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 、剣、どうした。誰か投げてくれたんだよね。声援に応えてみせられよ。任せてよ。よし、バトル来たぞ。んで、改めて打ち込みから立ち筋を見せてごらんなさい。アイス先生、攻撃の基本の攻撃、四角で剣で攻撃する。続き闘争最大4回まで連続攻撃ができると。 OK、 行くぞ。あ、ロックオン、ロックオン R1、 L1 か。あ、 OKOK、 1、2、3、4、 OK。あ、4連撃当てる。はいはいはい。OK。簡単だね。お見事。ありがとう。その立ち筋なら戦でも引けを取りません。でしょ？しかし魔法能ではどうか。来た魔法。フェニックスから授かった火の魔法。とっと見せていただきましょう。じゃあ、主人公フェニックスか。さあ、任せてくれ。火の魔法を見せてごらんなさい。なんか使えるんだろ、フェニックスで。三角で攻撃する。はい、おい、なるほど。おお、あ、弾の速度速いね。はい、よし、続けて。 OK 完璧ですね。見事です。どうも。もはや魔法の訓練など必要ありませんな。ありがとう。必要ない。では次は私から。さて、防御と回避ってとこだね。攻めは確かだが、果たして守りはどうか。今度は気を失わぬようしっかりと私の剣をかわされよう。アイス。
私の太刀をかわせますかな。回避きたね。で、R1 か。いや、また敵の攻撃なんですよ。適切なタイミングで回避すると攻撃を仕掛けて敵の位置を一定時間遅くする。プレシジョンドッジ。三角でも攻撃できるって。魔法ね。冷静に相手の動きを読むのです。プレシジョンドッジを。プレシジョンドッジを。プレシジョンドッジをやりたいね。攻撃までが遅いな、君。攻撃速度が遅いな。いいでしょう。ほい。クライブ様、くれぐれもお忘れなきよう。熟達した身のこなしは、それだけで大きな武器となります。なるほどね。さすが先生、言うことが違う。あなたには可能なはずだ。常人を超える身のこなしが、ナイトの称号を持つあなたは、フェニックスの祝福を授かってるってことは、フェニックスを使えるわけではないのか。よくわかんねえけど。さあ、追いつけますかな。召喚獣のフィート。フェニックスの祝福を受けたため、召喚獣フェニックスのフィート、なんだフィートって、フェニックスシフトを身につけている。フェニックスシフトは丸手発動し、敵との前を詰めることができる。はいはい。フェニックスシフト中に、移動から攻撃に素早く、なるほど。なるほどね。こうやって一気に間合いを詰めるのです。はあ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 。なるほどね。オッケー、わかりました。フィートって何？さすがですね。で先生、フィートって何ですか？ですが、いくら類まれな力を持っていても、戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも、特に自身の体力は常に把握しておきなさい。ほう。さて、クライブ様。そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか。アイテムを使う。アイテムを使うことで、はい。ショートカットに登録もできるのか。なるほどね。アイテムショートカットに登録した。アイテムショートカットに登録したアイテムは戦闘中でも十字キーね。上、右、下。はい。ちょっと左は何なんだろうね。閉じる。ポーション。これで。はい、ポーション。よろしい。はい。戦は人たちが勝敗を分かつもの。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力。フィートね。その人たちを覚えてられるかな。ものにするため、自身の力量を正確に破足するのです。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。さあ、肩慣らしはここまで。来た、実践。実践です。バケツの水で冷えた体も、そろそろ温まった。もうエンジンかかってますよ、先生。望むところだ。やりましょうよ。ようやく私も切ったり殴ったりしようよ。ができる。ではナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。あっす。これ防御はないんだね。やってやるとも。防御はないんだな。回避するしかないと。回避するか間合いを取るかっていう感じだな。さあ、クライブ様、かかってきなさい。さあ、戦闘の音楽流れてきたぞ、これ。まあ、ドック将軍を倒す。強敵との戦闘では敵の HP の下に意志力、ウィルゲージが表示される。ウィルゲージを削り切ると敵はしばらくテイクダウン状態となり、しばらく動かなくなるため大ダメージを狙うことができると。なるほどね。なるほどね。避けた方がいいってことだ。なんか、罰使って避けたくなっちゃうな。近寄って殴ればいいわけだ。はい、見えた。実戦の勘もなかなか。その調子だよ。そうだろ、そうだろ。ほい。ボタン間違えちゃうな。まだ慣れないな。殴れる。
はい。ああ。で、これで、そのウィルゲージを削り切ったってことか。ウィルゲージを削り切ったことで、マードック将がテイクダウンした。テイクダウン中の敵はしばらく動かなくなるため、大ダメージを狙うことができる。クレーブ・フェニックスの強力なアビリティ、ライジングフレーム。かっこいいな、必殺技じゃん。アビリティは、R2 プラス四角。ほい。これか。はい、はい、はい、はい。ああ、一回しか使えないのか。はい、はい。よいしょ、おい、おい、おい。あった。違う違う違う、ダメだ。よいしょ、よいしょ。違う。あの、なんかさ、ガードのために R2 押し合いたいのくなるな。もうちょっとよ、頑張って。はい、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 はい。オッケー。よいしょ。じゃあ、おさらばしようか。あ、終わっちゃった。トレーニングコンプリート。どうよ、将軍。これが、私の実力よ。伊達に襟を立ててないぜ。ほら、見て、勝ったでしょ。やられましたな。だが、ようやく一本だ。父君の剣によく似ている。名ばかりのナイトだなどと、もうからかえませんね。頼もしくなられた。将軍ありがとう。何をしている？持ち場に戻れ。あの肩だけつけてる肩防具ってあるじゃない、今みんながつけてるやつ。あれってやっぱ利き腕の肩につけてさ、利き腕がこう大丈夫なようにしてるわけかな。よくわかんないけどさ、めっちゃ疲れとる。うん、ケアルか。ジョシュ、お前魔法使いか。だけだ、こんなことに。フェニックスの力を使うんじゃない。フェニックスの力？ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいど。ほら見ろ。今朝も咳込んでたな。外に出ていいのか。雰囲気的にあれか。召喚獣の力を使えるやつがドミナントってことでいいのかな。なんかそんな雰囲気じゃね。お戻りになられました。あのタイタンもそうだしさ。タイタンあれ明らかにあのでかい人だもんね。力使うだのどうだの言ってたから。太鼓を引けません。このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。口うるさそうだな。のの今の人、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。ジョシュはまた部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。何その目は。さあジョシュは、殿下をお迎えに上がりましょう。嫌われてるな、クライブお兄様。あ、耳のピアスお揃いじゃない？これイヤリングかもしれないけど。血がつながってないような扱いだ。はあ、実の息子なのにフェニックスが宿らなかっただけで。あ、お兄さんだけどフェニックス召喚獣が宿ってなかったから、なんか蔑まれてんだ。祝福を受けてんだよね。おお、ワイバーンもやっぱワイバーンがクライブなんだな。そうだよね、そうっすよね。うん。でその女の子は誰なん？ちょっと紹介してよクライブくん。その女の子誰なん？チョコボか。
うわイケメンじゃねえか。しかも白チョコボだ。かっこええな。表を上げよう。おかえりなさい父上。ありがとう女子は。大事はなかったか。ええもちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか。トルガン静かに。これやめろトルガン。そいつは大物になるな。犬の話でしょうか陛下。父上楽にされよ。ご厚情痛み入ります。これ絶対皇太子殿下には噛みつくでしょこの犬。何よりでございました父上。近いうちに戦になる覚悟しておけ。人を切るんだな。そこまで切迫しているんですか。後で謁見の間に話がある。はい父殿下。解散。うん、殿下はめちゃくちゃいい人っぽいな。あ、トルガル。蝶々好きか。ダメよ、どこ行くの。私たちも行きましょう、クライブ。そうだな。うん、綺麗じゃん。迫る黄昏。昨日のナビゲーション、L3 を長押しすることでメインストーリーの目的先を示す、現在進むべき方向を知ることができる。行き先に迷った時などに使えるため覚えておくと便利と。 L3 を長押し。戦になるの。なるほどね。おそらくな。話を聞いてみないと。とりあえずアイテム回収しながら行こうか。仕事にかかってくれ。マップに落ちてるアイテム。はいはいはい、そうだよね。アナベラ様はお厳しい。まあ、そしたらとりあえず行こうかと思ったけど、あ、この斧は関係ないな。よし、とりあえず移動するわ。あ、ムービー入ったん。いや、なんだよこの果物。なんだ。あ、そのほっぺた。気をつけろよ。ああ、これはクライブ様。お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ。早くお辞儀しないか。何奴隷かなんかなんかこの人。あのほっぺたのやつは奴隷の証みたいな感じなんか。いえいえ、滅相もございません。じゃあこの13年後さ。あ、本当やっぱ奴隷だ。あまりある光栄。なんで奴隷扱いになっちまったんだ。どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の家宝者でございましょう。あ、これから起こるって戦争に負けたってことか。もしかして二人とも顔を。でその敵方にあのオープニングでいたあのあれか、フェニックスと戦ってた悪魔見て、多分イフリートかなが、いて、イフリートにあの後フェニックス負けちゃったってことか。いいな、体も痛いよ。優しいクライブさん。それでは、失礼いたします。あ、下の角の生えたイフリートっぽいやつを倒すことが、この最初の目的なのかな。仕事に戻るぞ。そうなんか？奴隷の人、そうでしょう。そうだよな。きっとそうだよね。気をつけろよ。
お嬢ちゃんもそう思うよね。もしあ行こうか。アイテムとか拾いつつね。夕げの支度をしてるわね。は？トルゲル、腹でも減ったのか。こっちは静かね。おお、これが王宮か。すごいね。女子は？あ、なんか向こう側行けるな。手入れしてるな魔法で。クリスタルかなんか使ってるってことか。あれ、アイテムがあるから拾っていこうか。アイテム拾って。あれ、あい、ん、この辺アイテムなかった？あったよね。はい、ポーションちゃんと拾っていく。で、戦争についてお話聞くっていうことやろ、これ。ジョシュアの身の回り。ん？バリアスゼアの各地にある大きな扉やレバーは、バツで調べた後に R2 を長押しすると動作させることができる。へぇ。時間かかるんだ。で、なんか喋ってんな。なんか喋っ、あ、お前らか。お母様で、お前なんかお母様じゃねえよ。頑張って。あのさ、あなたは何なの？立ち位置的に。殿下。お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん。楽にしろ。お母様かな。それで北部に変わりは、見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしてもじきに限界を迎えるだろう。すべてが起こってからでは遅いのだ。早急に動かねば。鉄王国と戦。鉄王国、あ、鉄王国にいるってことか。シバもいたよね。シバとカショウイフリートがあっちにいるってことか。ドレグブレスを奪還する。ドレグブレス、なん、何それ。マザークリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザークリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックスゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がねばならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニここ最近、領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か。スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい。それでは腕利きを2人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かい、その調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。なるほど、承知いたしました。殿下、期待に応えようじゃん。話は以上だ。今日のところは早めに休め。はい、失礼します。ほう、昨日の紹介、
アクティブタイムロアを長押しすることで表示されるアクティブタイムロアでは、メインストーリー上の重要用語となるキーワードを進行に合わせて確認することができる。いつでも表示できるため、覚えておくと便利。また、ここで表示される項目は、後から別のメニューで読み込ませることもできると。ほー。クライム実質へ向かう？あ、ちょっと見とくか。よし、部屋に戻るわ。オッケー、部屋戻ってきたっていうか、ここは僕の部屋か。どんな部屋よ。どんな部屋に私住んでるんでしょう。ちょっと見せてくれてもいいんじゃないですか。見せてくれない。終わっちまった、終わっちまったよ。あ、終わってないか。これが僕の部屋でいいのかな。違う、お父様か。なんか焦ってる。どのくらいかかるのです？長くはない、四五日といったところだ。ジョシュアも同行を？お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで天啓を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみだから。何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上、太鼓を継ぐ身だ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン、心配するな。クライブがついている。なんでそんな顔すんだよ。兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは、先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に、恥じぬ地位に。類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる。そんなもので国を、民を守ることなどできるものか。奥様は貴族絶対主義というか、血が好きなんだな。もう休むぞ。なんでそんなイライラすんだよ。明日はこう立てなければ。おいおい、肩に力入ってんじゃない。願い事って聞くか。あなたは誰なのねえ。お嬢ちゃん誰？ジル。もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。さあ、ちょっとかっこつけてるじゃん、クライブさん。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ。それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。月の女神かなんかな。
なんで泣いとるん？また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。あなた亡国の姫かなんかか。ずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。はあ、手出せなかったなクライブくん。15歳じゃそんなもんですよね。これは…すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。お、ん？チョコボ乗れるんか。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。行ってらっしゃい。この杖、角笛ってさ、何の角使ってんだろう。 この世界に何かいるのかな、フェニックスゲートに出発する。皆にクリスタルのカゴがあらんことを。我ら炎の神、武装の盾とならん。殿下ご出立、開門。でこれとは別口に3人でゴブリン狩りとしゃれ込むわけですな。クライブ様、任務の間この子をお預かりします。アンブロシア乗せてくれるわけじゃないか。頼む。よろしくお願いします。お二人、俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。あれ、今回の名目は調査だが、いや 100% になりますよ。お二人 100% になりますので、よろしくね。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。あれやっぱオープニングのやつだよね。片方潰されちゃってない、石岩にさ。クリスタルのカゴがあらんこと。ほっぺたのあれのせいで疲れちゃってるってことか。ワールドマップからスティールウィンドに入る。へー、ワールドマップでは L でカーソルを操作して通常のアイコンを選ぶって、なるほど、そういう感じなんだ。で、スティルウィンドで、はいはいはい。なるほどね。というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょうか。次回、ゴブリン族、帰りに行きたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまで語り私、光栄でお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。